皆さん元気でいらっしゃいますか？今日もムガチャンネルですね、福岡からでありますのでですね。まあ今ですね、この選手はですね、安倍総理がですね、本当にもう全国にですね、もう緊急事態をね、宣言してからですね、ものすごくね、今パニック状態になってますのでですね、まあ人は人に会えないとかですね、私もそうなんですけど、こういうスタジオの中にいながらですね、毎日ですね、いろんな人をですね、招待して話をしてるんですね。で、今日はですね、私のまあ、ムガチャンネルの目的は何かで、私もムガは我なしって書いてですね、今、心の時代です。コロナの時代じゃなくて、心の時代ですから、心の話したいなと思って、私の非常にですね、心とつながるですね、精神世界のですね、まあ、指導者でもあり、まあ、いつも宗教対談とかですね、いろんな宗教会議とかも、世界中の人をですね、日本に呼んで取材してるですね、先生でいますので、まあ、私紹介するように、先生はまずですね、オンラインで、ね、招待して、先生にちょっと自己紹介してもらいたいと思いますので、今日の私のゲストの先生がですね、三宅先生ですので、三宅先生は、三宅先生、こんにちは。アサラマライクン、三宅よしです。アサラマライクン、先生、元気ですか？はい、元気にしてます。いやー、久しぶりですね。まあ、でね、いつもね、いろんな国際会議とか、いろんなね、宗教対話で会っててですね、ちょっと先生、自己紹介、ちょっと紹介してください。まずですね、私より紹介するよりも、自分の方が正しいと思いますから、名前と、今どこの町にいるか、そしてどういう仕事をしているか、ちょっと紹介してください。はい、名前は三宅義信と言います。はい、大阪に住んでます。服装見たら分かりますように、はい、神道のプリストです。プリストですね。はい、ね、宮司さんですよね。はい、はい、神道プリストですね。まあ、ね、私はね、皆さんね、三宅先生とね、もう何十年の付き合いがありますので、一番初めてですね、先生が京都で世界中のね、宗教主導者を呼んで、あれワールドサミットやりました。ちょっとそれを一つ教えてもらっていいですか？どういう目的でやってたんですか、それは。そうですね、時は多分、2008年の時だったと思いますけれども、はいはい、そうですね、世界中のね、G8 の、うん、国々が、サミット、ヘッドオブステートのサミットがありますけれども、その時に、うん、宗教の団体の、宗教の指導者たちの話もしようと。日本は、政教分離ですから、うん、宗教と政治とは直接関係、関わることを防ぐ、避けるようになってるんですけども、それ以外の国ですね、例えば、イタリアでしたらカトリックとか、そういうふうに、特定の宗教と非常に強いつながりがありますので、まあ、宗教指導者の声を、その政治のその大統領とか首相にも聞いてもらうということで始めました。2008年の時、大阪と京都でしました。それから、同じような会議を去年、日本で G20 の、時計かしら、G20 の会議ですけれども、それを去年日本で京都でしました。今年は、サウジアラビアが G20 の議長国ですけれども、今回の COVID-19 の関係でどのようになるか少し流動的と少しわかりません。はい。うん、そうですね。やっぱね、先生は素晴らしいですね。バチカンのね、ロマにもお会いしたりとか、もう素晴らしい出会いを持っていらっしゃるからですね。私非常にいつも先生を尊敬しますのでですね。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ先生、ちょっとテーマにね、振っていきたいと思いますから、今ね、こういうね、安倍総理がね、こういうね、全国がね、緊急事態を宣言してから、もう、すごいパニックになってるし、人は人に会えないし、本当ね、私先生のいつもメッセージを聞いてますので、やっぱり人あってこそ、つながりこそ宗教であるということで、そのことをちょっと喋ってもらっていいですか？はい。宗教ですけれども、もちろん、はい、イスラム教の人と、例えば、神道や仏教やヒンズー教、キリスト教、皆さん宗教に対する解釈が違うので、一言で宗教ということを言うのは難しいと思いますけれども、まあ、英語の religion ですね、religion、はい、宗教ですけれども、これはもともとはラテン語のレリギオという、まあ、古代のローマの言葉ですけど、レリギオ。これは観念的な精神的につなぐという意味じゃなくって、もっと物理的に人と人、あるいはうん、例えば、具体的にですね、例えば、社会活動ですとか、経済活動、そういうことも含めて、人と物をつなぐというのがレリギオというラテン語だったんですけども、キリスト教が、まあ、ローマの国教になったアウグスティヌスという神学者がいますけれども、彼は、もともとラテン語であったレリギオということを、特に神と人をつなぐ、まあ、キリスト教的なコンテキストで、レリギオというふうになったわけです。それがですね、今から150年ぐらい前に日本が再び、まあ、西洋と出会う、まあ、ペリーが日本に来て、まあ、江戸時代が終わるわけですけども、
その時に、日本の学者の人たちが、その英語のレリジョンという言葉を聞いて、どういうふうに翻訳しよう。日本語にない概念だったので。で、当時すでに仏法、ブディズムは仏法というふうに日本で言われてました。それから、神道、それから儒教ですね、コンフューシアニズム儒教ですね。で、まあ、クリスチャニティは、まあ、いわばキリスト教、まあ、当時、まあ、キリスト教、まあ、バテレンとか言われたわけですけど、キリシタンって言われたわけですけれども、それを包括する概念として、そのレリジョンという言葉を当時の、まあ、幕末から明治の初めの頃の日本人の人が、まあ、学者の先生が、まあ、宗教という、まあ、日本語を作ったわけですから、ですから、その意味で、皆さんが宗教という言葉を日本人が使うときに、その人の頭に描いてる宗教のイメージが違う。まあ、神でもそうですよね。例えば、イスラム教のアッラー、その唯一の絶対神であるアッラーと、日本の、例えば、スサノオノミコトとか、例えば、エベスさんとか、観音様とか、そういう神様、仏様と違うわけですけど、そういうのみんなひっくるめて、神って言うから、お互い、ちょっと誤解が生じるわけだと思います。はい。そうですね。いや、もう本当にね、いつもそういうね、三宅先生、よくね、イスラム教も理解してるし、キリスト教も理解してるし、もういろんなですね、宗教とね、もう対談しながらですね、私は非常に尊敬するのは、やっぱね、自分の神道だけじゃなくて、やっぱ他の宗教もね、理解し合って、そこにまた対話していくっていうね、これ平和のね、運動をやってることは素晴らしいなと思いますのでですね。じゃあこれですね、今、日本の状態どう思います、先生、今ね、こう、みんなね、本当宗教と繋がることだけでも、今、もう繋がっちゃいけない。ステイホーム、家におりなさいということで、でも宗教家も大変だと思うんですよね。やっぱり神道たちが、教会来れないし、キリスト教もそうだし、イスラム教もそうなんですよ。もうモスクもですね、もう閉鎖してるし、それこそね、メッカこそ閉鎖してるし、もう全部閉めて、バチカンも。だから牧師たちはもうね、こうやって、もう、先生もそうだと思いますか、今カメラの前でですね、喋ってみんなにメッセージ発信するようになったんですけど、こういう状態はどう思いますか？ですね、もちろんその、少し前に歴史的なことから触れますと、どうぞ。長い長い歴史の中で、まあ、伝染病がある、あったわけですね、もう昔から。はい、はい、はい。エジプトの、ピラミッドのミイラにでも、この、例えば天然痘の、スモールポックスですか、その人のミイラが出てくるぐらいで、人類の歴史とともに伝染病があって、そして、その伝染病について、どのようにそのことを解釈するか、原因を考えるか、いうこと、あるいはそれからどのようにして逃れるかということを、考えてきたのが宗教の歴史ですね。例えば一番皆さん有名な話で言いますと、ユダヤ教の旧約聖書のモーセの出エジプト記の話がありますね。エクソダスの話。それで、エジプトで、まあ、奴隷に、エジプトのファラオの奴隷になっているユダヤ人たちが、まあ、モーセの指導でエジプトから逃れる話ですけれども、これは皆さん知ってるのは海が最後バッと分かれて、海を渡って逃げる話が有名ですけど、その前に、モーセがファラオのラムセス2世にユダヤ人を解放しろと、神からのお告げだと言って、で、ラムセス2世が断ると、エジプト人たちの間にだけ伝染病が広がって、ユダヤ人たちのうちはこう特別の印をつけた、まあ、ヘブライ語でペサハと言います。英語で。そう、杉越ですね。はい。杉越祭りですね。なるほど。うんうん。でしたら、4月の、もう先週、4月の、8日から14、5日ですか、もう先週ありましたけども、こういうことが あったわけですね。そして、そのように、宗教というものは、当然、今から150年ぐらい前になって、やっとですね、細菌とかが分かって、ウイルスに至ってもっと50年ぐらい、前しか分からなかったわけで、それより以前は、つまり古代とか中世の時代というのは、これはどういうんですか、まあ、いきなり人が死ぬわけですね。まあ、昨日まで元気に、今の、コロナウイルスでも昨日まで元気だった人はいきなり病気になるわけですけれども、それは、今は僕らは科学とか医学の知識があるから、あ、これはウイルスだって分かりますけれども、100年前、あるいは1000年前の人は、いきなり死ぬわけでわけわからなかった。それは何らかのデモーニッシュな力が働いたと考えるわけですね。そうすると、宗教も、その理由の説明、あるいはどうして逃れれるかということを、まあ、説明していったわけですね。で、先ほど述べたように宗教は人と人とをつなぐ働きがある。それつなぐ働きがある中で、人と人とを分かたなければならないと。で、まあ今現在、先ほどおっしゃったように、まあ日本の場合は、安倍首相が、二週間前ですか、皆さんにこの、いわば、自粛要請。これあくまで要請ですか、命令ではないんですね。命令じゃないですね。
第二次世界大戦に負けてから、まあ、アメリカの、まあ、いわば命令下で、日本の国が二度と、こう、強い国になれないようにするために、国家の、まあ、いわば、権力でもって、人々の権利を抑制するということを大変できなくしました。ですから、アメリカとかフランスとかでは、例えば、外出禁止命令ですけれども、日本は、あくまでお願いなんですね。リクエストですね。はいはい。そのお願いに応じて多くの、まあ、会社もたくさん休んでますし、まあ、人と人とはなるべく会わないようにしましょう。ですから、こう今こうしてネットを使って話してるわけですけれども、その、要請の中で、その宗教も多くの、私のも今日の、金光教、まあ、神道の一つ金光教ですけれども、私の教会は明日、明後日25日が春の大祭なんですね。はい。です年に一度の大きな祭りですけれども、これ、うん、無観客試合です。同じようにし、お供えもします、オファリングも同じようにしますけれども、お参りする人ゼロ、うん。よくサッカーとか、この、よくスポーツでありますけれども。無観客でね、はい、そもそもこうやってますね。お祭りを4月25日にするということは、神様と私たちの約束ですから、お参りだから、行ってもやってもするという形で、わざわざ全て何千人という信者さんに、ダイレクトメールを出して、当日はお参りしないでください。家から、なるほど。それとも、私たちと同じように、祭事です。同じ、その神道の儀礼をしますということをしてるんですけども、これはもう日本中の、大きなお寺にしても神社にしても同じようなことをして、まあ大変なわけですね。ただ、イスラム教の人々も、まあ日本ではムスリムはマイノリティですけれども、例えば中近東とか、あるいは北アフリカ行くと、うん、まあマジョリティ、国民の 99% がムスリムの国もたくさんありますけれども、それらの多くの国でも実際に人々との感染、濃厚接触を、まあ避ける、まあ WHO からの勧告に従って避けていると思うんですね。例えば、今日から、明日からですか、ラマダンが始まるのは。そうです。今日の夕方にですね、月を見る会がやるんですよ。それで今日、もし月様が見えたら明日からラマダン。明日からですね。ですから、うん、ラマダンの時には、もちろん私、日本人に言われるまでもなく、昼間は断食ですけど、日没になるとイフタールですか？そうです。みんなで集まって一緒に。ご飯食べるんですね。食事を食べる。でも、あれは今の、いわば、ルールだと、濃厚接触で、一緒に食事食べたらダメなわけで。ダメです、ダメです、そうです。そのことは、それぞれのイスラム教の国でも注意されると思うし、日本にいるムスリムの方でもされると思いますね。ただ、それは、人々の命を守るという意味で、確か僕の記憶が正しいか、ちょっとごめんなさい、勉強が十分じゃないので、正確に覚えてませんけれども、確か預言者のムハンマドも、伝染病の発生している町に行ってはいけない。そして、もしあなたが伝染病にかかったあなたの家を離れ、あなたの町とか家を離れてはいけないというふうにおっしゃったと思いますけれども。そうです。間違いないです。そうです。ですから、当然、1400年前の預言者の時代も、そういうことはしょっちゅう、今よりもっとたくさんあったかもしれないし、まあ、いわば、サイエンスとかメディカルという手は知識は今の人の方がはるかにあるわけですけれども、対症療法として伝染病は人から人に移るので、人と人が接触しなかったらいいということは分かってたはずですね、経験的に。ですから、預言者はそうおっしゃったし、別にイスラム教だけじゃなく、多分キリスト教でも仏教でもヒンズー教でもそういうことになってたと思うんですね。ですから、そのことを現代に当てはめたら、いわば現在の科学的な知識で、例えば日本政府が 80% と人と人の接触を減らすと、コロナのその感染が少しこう、1ヶ月で収まるとかこういうふうに言うわけですけれども、まあ、このこと自体は、まあ、いわば現代の世界に生きる我々は、まあ、そういう現代の知識でもって対処する以外ないんだと思います。はい。なるほどですね。いや、もう本当に先生の素晴らしい説明ですね。やっぱりね、よくユダヤ教もイスラム教もよく勉強なさってると思いますから、今おっしゃってることは間違いない。全ては正しいでありますのでですね。だからこれをですね、先生、
いつまでこういう状態続くかまだ予想もできないから、それに対して不安とか、まあ、予測はどう考えてます？例えば計画も立てられないし、例えば私も今ね、講演とかいろんなセミナーでずっと行ったりしたら全部キャンセルなんですよね、全国的に。移動もできないしね。だからこうやってね、今先生とこう一対一でね、対談できるようになったなと思いますのでですね。あのね、実はちょっと宣伝になって申し訳ないんですけども。どうぞ。私ね、去年、ちょうど1年前の2月にこういう本出したんです。おお。風緑と書いてますけども、もうちょっとこっち見せ。はい、そうです。はい。風緑と書いてますけども、この、風緑。風の方向を見る鳥ですけど、この風という字が、日本語でキャッチャーコールドの、風引きですよね。これはね、実は去年は、新型、ごめんなさい、スペイン風邪のパンデミックからちょうど100年になるんですね。わお、つまり、第一次世界大戦、つまり人類が初めて、まあ、大量破壊兵器を用いて、まあ、戦車とか毒ガスとか飛行機とかですね、を使って戦争した、今が100年前ですけども、ヨーロッパであった世界戦争、第一次世界大戦の時に、約800万人の人が戦争で亡くなったわけですけれども、実は、同じ時にスペイン風邪という、まあ、新型インフルエンザ、今の知識で言うと H1N1 型のインフルエンザですけれども、それが初めて人類社会に出現して、まあ、推計で4000万人、日本で38万人、アメリカで50万人亡くなったんですね。4000万人の人が死んじゃうと戦争なんかもう継続できない。ですから、第一次世界大戦が終わったことの理由の一つは、実は、スペイン風邪が始まって、ヨーロッパでたくさん人が死んじゃって、これ以上戦争できなくなって、まあ、終わったとも言えるわけですけれども、その時から、ちょうど去年で100周年だったんです。インフルエンザの知識で言いますと、例えば、これ、今コロナウイルスで大騒ぎしてますけど、まだ日本で、こんな言い方したら失礼ですが、300人ぐらいしか亡くなってないわけですよね。そうです、そうです。ところが、毎年、日本でインフルエンザ、季節性のインフルエンザが流行りますし、皆さん秋にこう予防接種もすると思いますが、少ない年でも3000人、普通1万人ぐらいの人が死んでるんですね、毎年日本でですよ。Oh my god, そう。で、例えばアメリカ今年、コロナウイルスで1万人死んだって言ってますけども、アメリカ今年この冬にインフルエンザで5万人死んでるんですよ。だから、でも、5万人死んでも、コンサート中止になってないわけですけれども、まあ、それはまあ、専門家、メディカルの専門家の人が分析したらいいと思いますけれども、大体インフルエンザの場合は、日本で1年間で約1000万人の人、1億2000万人の日本人ですけれども、1000万人の人がインフルエンザにかかって、そのうち1万人ぐらいが亡くなる、0.1% の人が亡くなるわけですけれども、そうすると、1000万人ずつ毎年かかっていったら10年経つと日本人のほとんどがそのインフルエンザの抗体ができてしまう、免疫ができるわけですね。1000万人ずつかかっていけば1億人ですから10年。そうするともうそのインフルエンザはまあ日本ではもう流行る、まあ日本世界中そうですけども流行することができなくなった頃にまた新しい、例えば H7、みたいに新しいインフルエンザ次々出てくるわけですけれども、そういうふうに、まあ大体、インフルエンザは10年に一度ぐらい、まあ、新しい型ができるけれども、その、まあ、100年に一度の逆に単位で言ったと、もっと劇的に変わった新しいタイプが出現して、そしてその都度パンデミックを起こす。で、前回のパンデミックは100年前。ですから私の先ほどのこの本で書いたのは、ちょうど、今年は100年経ったから気をつけなければならないと。というのは、もちろん100年前よりもはるかにその医学や科学の技術は進歩しましたけれども、つまり昔は死んだ人が今はその ICU とかですね、人工呼吸器があるのですぐ死ななくなりましたけれども、100年前と比べてはるかに人々は、つまり昨日パリにいた人が今日は福岡にいて、昨日アフリカのジョハネスバーグにいた人が今日はニューヨークにいるという、そういうことがもう世界中でもう 何万人の人が毎日動いてるわけですよね。100年前よりもはるかに、難しくなってるわけですね。その感染する確率が広くなってるか、広がるときはもっとひどい。ですから、そういう世の中であるということをまず踏まえた上で、じゃあ、今、この、どうなるかわからない。つまり、どれぐらいで収束するかというのは、よくわからないんですね。まだ今、軽々に、例えば、今、これで、日本中で、いわば、
自粛してるので、まあ、患者の数が減ったとしても、ゼロになるわけではないので、また、自粛を減らすと、またぶっと二度目の波が来るかどうかわからない。まあ、先ほど言った国民の何十パーセントかの人が、まあ、今回でも、2、3日前にアメリカの確か、スタンフォード大学かなんかの発表でですね、アメリカのスタンフォードのある、パロアルトの町のところでカリフォルニア州で調査、住民に、調査して、いわゆる免疫があるかどうか抗体チェックをしたら、かなり多くの人がなっていた。実際にその PCI 検査で、あなたは新型コロナウイルス感染症にかかりましたよという人の55倍から80倍の割合で、すでにもう抗体ができている。つまり、我々もひょっとしたらもうすでにかかっている、かかって治ってるのかもしれないわけですね。いわゆる重篤化してない人がたくさんいるわけですね。その病気というのは感染症はそうなんですね。例えばエボラ出血ですね。とても怖い致死率の高い病気を、こういうふうにして、皆さん恐れるわけですけど、致死率が高い病気というのは、かかった人がすぐ死んじゃうので、次の人に移す確率は実は低い。で、そんなに、ラディカルにならない、重篤なことにならない病気の方が、次々と人に移すチャンスがあるので、移っちゃう。で、運悪く取った人が、例えば、お年寄りだったとか、例えば、いわば、なんか、糖尿病ですとか、心臓病とかいう基礎疾患があったから亡くなっちゃうわけですね。ですから、今をどう乗り切るかって言ったら、とりあえずは人に移さない。そして、いつまでかっていうと、日本の社会において、新型コロナウイルスにかかった経験がある人が何十パーセントかできてしまうまでは、決してなくならないわけです。インフルエンザのように、そしてみんながかかったら、もうこの病気おしまい。もちろん、新しくワクチンが できるかもしれませんけれども、それだってそんなすぐにできるわけじゃないですので、いつまでかかるかっていうのは多分専門家でもわからないと思います。そして、だからどう乗り切るかっていうのは当面は、自粛する以外ない。ただ、ウイルスも、どんな、例えばエイズの、HIV もそうでしたけれども、最初、このように人の社会に、人間の社会にエイズが出現したときは、ものすごくたくさんの人が、悪化して亡くなりましたけど、今、エイズになっても、そんなむちゃくちゃ悪化しない人の方が多いじゃないですか。というのは、ウイルスも、全員を殺してしまったら、ウイルスそのものが次自分が増えることができなくなるので、なんとか折り合いをつけて、まあ、その人の持ってる、まあ、栄養とかエネルギーの100万分の1でも1億分の1でもいいから、ちょっともらって生きていければ、彼らはいいわけで、ウイルスなんてものすごく小さなものですから、彼らが、生きて子孫とか、分裂するためのエネルギーはごくわずかですから、彼らとしても、みんな人類を殺してしまったら、彼らも生きることができなくなるわけで。生き残らないね。時間が。そうですよね。どっちみち安定化する。これはですね、どれだけ科学が進む。特に日本の社会は、ここに10年、20年は、清潔すぎる。いわば、花粉症が増えたのもそうですけれども、社会が少しでもなんていうか不潔なもの、あれもっと言うと異質なものですね。その社会にとって異質なもの。これは病気だけじゃなくって、その人々、例えばマイノリティの人々とか、まあ、いわば、民族的にマイノリティ、宗教的にマイノリティ、あるいは例えば LGBT のようにセクシャルにマイノリティとか、いろんなマイノリティの人がいますけれども、そのマイノリティの人たちに対してどれだけ社会が寛容になれるかということが、つまり、多様性ですね。多様性というものをどれだけ社会が、担保できるかという、多様性を許容するということに担保できるかということが、社会全体の、つまり強さになるわけで、そうなると逆に言うと、そうでない世界。で、私は昨日発表した、YouTube のポストもそうですけれども、イスラームの世界っていうのは、一神教で、特に、中東とか北アフリカは、国民のほとんどがムスリムなので、逆に多様性が弱い。そして、現在は、これまでは、まあ、もちろん中国の武漢で始まって、それから世界中に拡大したわけですけれども、アメリカとかヨーロッパのような非常にまあ先進国と言われている国の中で病気が非常に広がってしまったわけですけれども、
これから先ほど言いましたように、例えばラマダンの期間、あるいは夏にあるハッジの巡礼の期間とかを通じて、イスラームの世界に広がったら、日本よりもはるかに、どういうんですか、その、ソーシャル、その、メディカルなソーシャルインフラストラクチャが、その、まあ、弱い。先進。弱いですね。うん、ですから、例えば、あの、同じ病気に、肺炎になっても、例えば、十分な、その、人工呼吸の機械とか ICU の設備があるとこだと助かるのが、そうでなく、亡くなってしまう人がたくさん出る可能性があるわけで、そういう点では、世界が、その、今度のこのコロナウイルスと感染症というものを通じてですね、どれだけ、その、異質なものに対して寛容になれるかということがですね、あの、問われてるんじゃないか、日本社会を問われてるんじゃないかなと私は思います。そうですね。まあ、本当にありがとうございます。先生、本当にあの、長い話で本当に1時間も2時間も喋りたいんですけど、今日このポイントだけでですね、聞いていくと思って。まあ、ここまでね、やっぱり日本全体の、ね、世界的な全部ね、先生のビジョンが全部話してもらったんですけど、今日ちょっとですね、あの、先生の心の話を聞きたいと思いますのでですね、はい、やっぱり神道的な一応ね、宮司さんでいらっしゃいますから、やっぱりいつも説教してる人々の魂を育てる仕事、一応聖職者でやりますのでですね。はい。あの、一つね、今、あの、宗教家の中でこう議論出てるんですね。これは、あの、コロナのですね、来たの、これ神様からあの、罰が当たるとかですね、こう、たたりじゃないかとかですね。で、これはもう試練なのか、たたりなのか、まあ、人類は目覚めなければいけないのか、まあ、いろんな議論出てるんですよ。イスラム教の中でも、キリスト教の中でもですね。はいはいはい、先生はこれどう思いますか？これ神様からのたたりですか？それが目覚める、それが気づきですか？どう思ってますか？個人的に。あの、今回のコロナに限らずですね、例えば、日本でしたら、はい、その、今から、9年前ですか？東日本大震災が起きて。はい、そうです。はい、はい。何万人という人が亡くなりましたよね。うん、それがなんだかの、その、神様からのパニッシュメントとか、その、いわば、うんどういうことを言う人がいましたけど、私はそういうふうには考えないんですね。それはまあ、あの、いわばその自然現象、地震とかは、あの火山の噴火とか津波自然現象ですし、当然この、新型感染症のそのパンデミックも自然現象なわけで、そういう点では、神様からのたたりというふうには私は考えませんけれども、ただ、その自然現象としてのその津波が起こった、地震が起こることは、これは避けることができないですけれども、そのことに対して、どのように人々を、例えば、避難誘導するかとか、これは政治とか、その、実際の我々の人間の中身の問題でありますし、また、逃げてきた人をどのようにしてみんなで、その、助け合いをするか。で、これね、英語で、ディザスターユートピアというですね。そうそう、ディザスターユートピア、イエス。非常に逆説的な、その、ユートピアは理想郷ですよね。で、ディザスターは、災害でなんですけども、実際世界の多くの国で、例えば大きな地震で人々がたくさん家を失うとか、台風が来るとか、そういう何かみんなで困ったことが起きると、見知らぬ人同士でも助け合うんですね。日頃は、皆さん、人より自分の方がたくさんお金儲かった方がいいと思ってる人も多い。もちろん日頃から優しい人もいますけれども、ディザスターももうトラジェディックな、もうどうしようもないようなディザスターが起きたとき、人々はお互いに助け合いをする。つまり、一つしかない自分のパンを半分分けて食べ、パンのない人に差し上げるということを結構自然にするわけですよね。ですから、そうすると、実はそれはその宗教的なセンスですよね。つまり、このような人間社会が直面する、その、いわば困難、次々の直面する困難、ディフィカルティ、困難というものがあるわけですけども、そのことは、ある意味では人間、その人、その神のたたりというよりも、人間その人の持っている、その、いわば、人々に対する共感力とか、そういうことを発揮するチャンスと言いますかね、その、まあ、クリティカルな状況がチャンスという言い方おかしいかもしれませんけども、その時にこそ、その人の進化が問われる。例えば、1億円たくさん持ってる人が半分5000万円あげましょうというんじゃなくって、一つしかパン持ってない人が、私のパンを半分あなたにあげましょうと言えるかどうかっていうのは非常に大事な話なんですね。宗教家からするとですね。ですから、そういう点で、人々のその、心の持っている、まあ日頃ですとね、まあ私は日本に生まれて育って非常にまあ世界全体の平均から言うと先進国で食べるものがなかったこともないですし、その衛生的な環境で育ちましたけれども、世界にはそうでない
国はたくさんあるわけですけれども、その、そういうことで、チャンスと、その自分を試されると。そして日本の、まあ、神道は特にそうですけども、神道の考え方は、その自然現象というのは、その神様や仏様、まあ、どう我々が呼んでるかは別としてですね、の一種の現れなんですよね。うん、それは必ずしも僕たちにとって都合のいいことだけじゃないじゃないですか。もちろん、聖書の話見てもね、何ですか、ありますよね。ヨブの話みたいにね。そうですよ、ね。病気もあるし、ね、苦しみもあるし、いろんなことを体験しないといけないからね。うん、人間が生きてる限り、ハッピーな話ばっかりじゃなくて、むしろ、辛い話とか困難な話とかの方が多くって、また人々は宗教に対してそういうものを、だからそのことからどう私たちを救ってくださいますか、あるいはなぜこの、例えば、悪いことしてお金ばっかり儲けて、ずるいしてことしてる人が少しも困ったことなく、そのハッピーで、もうなんか、真面目に正直に生きてる人が、奥さんが病気になってとか、そういうことが起こるわけですね、実際には。そのことに対して、その、どういうふうに解釈するかっていうのは宗教に問われてるわけですけれども、むしろ日本の宗教、特に神道は、そういうことも、いいことも悪いことも含めて、それは人間の価値観から見るといいとか悪いとかですけれども、まあ、いわばその神様とか世界っていうのは我々を超えたものですから、その、我々が見ていいとか悪いとかいうこと以外のものがあって、そのことは十分我々のように計り知れない。もちろん、イスラームとか、ユダヤ教とかの場合は、その、プロフェット、預言者がいて、その、神からの、その、メッセージを、その、まあ、聞く言葉として、聞いて表すわけですけれども、日本の宗教はそういう宗教の類型ではないので、その、あくまでそれぞれの人がそのことをどう解釈するか、ということになってきて、その点でやはり、イスラームとか、その、キリスト教、ユダヤ教とは、異なると思いますね。はい。なるほどね。はい、ありがとうございます。でも、もう間もなくね、時間がなってきましたのでですね。はい、本当ね、いろんなことで聞きたいんですけど、とりあえず今日はですね、今日のテーマは日本人向けのこの話、日本語で、本当に、ね、英語でもやりたいんですけど、次回ですね、ちょっと世界に向かって、一回英語でもやりたいなと思いますけど、はい、あと2、3分しか残ってますから、できればもう先生のね、弟子たちもいっぱいいますし、信徒たちもいると思いますので、皆さんに向かって、はい、何かメッセージにカメラに向かって一言、2分ぐらいでお願いします。ありがとう、突然でありがとうございます。こういうふうにして元気で生きてますので、私もこの感染症の自粛になってから、別の病気で病院に行ったこと以外は、もう家から一歩も出てない生活で、今日こうして、ムガルさんと久しぶりに、しかも思いがけず、このネットでお話しすることができて、また、先週から、YouTube サイトを始めました。日本 DNA というタイトルで YouTube のサイトを始めて、もう4本載せてますので、もしよろしければ検索で日本 DNA ですね、調べていただいたら、その、特に今この感染症、伝染病と宗教、人類の文明というようなテーマでお話をしてますので、もしよろしければそれをご覧になっていただけたら嬉しいと思います。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、本当に今日はですね、三宅先生をですね、招きしてですね、本当に心話できてよかったなと思いますので、次回ですね、またですね、違うテーマでですね、今日はですね、こういうね、コロナ問題とかいろいろやったんですけど、次回また別のテーマでぜひ先生とですね、一回、神々の対話っていうテーマでですね、できれば、神道とイスラム、はい、本当に掘り深くですね、できるスピリチュアルな話もね、三宅先生非常に深いものを持っていらっしゃるからね、その心をちょっとね、広げてですね、皆さんに話してもらいたいなと思います。実はね、もうちょっと宣伝になりますけど、去年ね、イスラム国と日本国いう本も出しました。わお、わお、もう一回ちょっと見せてください、先生。はい。イスラム。日本であまりイスラム教のこと知られてませんけれど、またそのイスラム国という国が数年前、ダエッシュですね、あってみんな、実は本質的な、その彼らが投げかけた問題、もちろん暴力ですし、テロです、大変なんですけれども、彼らが全世界に投げかけた問題というのは、実はそんな単純じゃないと。で、日本人の我々ももう少し考えなきゃならないんじゃないかということで、日本人のが日本という国ということを考える上で、この非常に参考になるかと思って出したので、これもまたよろしければ Amazon とかで買えますので、買っていただけたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。いや、皆さん本当ですね、今日はね、三宅先生を迎えしてですね、いろんな話聞きましたのでですね、次回もですね、またもう一回ですね、先生を迎えしてですね、できれば本当に精神的な私のムガルチャンネルの目的、本当は
やっぱりこのスピリチュアルの話をしていきたいなと思ってますのでですね、今日本当にですね、三宅先生ありがとうございました。またですね、次回にですね、話したいと思いますので、ありがとうございます。心から感謝します。はい、ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。